どうも皆さんこんにちは、キュウキュウです。今回ですね、面白い、編成がありましたのでご紹介していきたいと思います。このね、編成は、見てみましょう。はい。こちらが攻められたんですけども、ごくごく一般的、ここで見たいんですけど、まさかラバハウンドが援軍を釣りに来てるんですよね。この配置を見る限りだと、完全に援軍はホグライダーを投入すれば、簡単に援軍が釣れるはずなのに、なぜこの人ラバハウンドを、援軍釣りに選択したのか。枠30も使えますしね。さらに、ラバハウンドは、空中ユニットじゃないですか。もし援軍にアーチャーとかウィザードとかドラゴン以外の、地上だけしか攻撃することができないユニット、例えばバルキリーが入っていた場合はバルキリーを釣り出すことができないんですね。これは空中ユニットなので、なのでこの人はちょっとよく私にはちょっと理解できないですね。はい、多分常人には理解できないプレイなんだと思います。はいはい。そして、普通に援軍が出てきてって感じですね。この状態ではアーチャーとウィザードって感じだったので、ここでライトニングを打つという贅沢プレイ。そして打つのはいいんですけど、まだ残ってるっていうね。はい、残ってて、どうせ釣ると、どうせ釣るんだったら最初から釣ればいいんですよね、ライトニング打たないで。はい、ここでホグライダーが投入されました。レベル5ですね。20体。そこでヒーラー5体出てきましたね。5体もいればっていう、でも結構耐久力ありますね、やはり5体もいると。さあ、ここでヒーリングとヒーラー、ホグヒーですからね、これは。いや、これはね、ここで対空爆弾がヒーラーにやられたんですけれども、ヒーリングで、大丈夫ですね。さあ、ここで巨大爆弾があったんですけれども、相当きついですね。結構死んでしまいましたね。そして、ホーミング対空地雷とかも来ていて、ホグライダー1体と。すごいですね。さあ、ここは、まだ生きてますね。ここで、ウィザードを数体。そして、アーチャークイーンとかも出てくるのかな。はい。あとは残った。はい、ここでアーチャータワー、アーチャークイーン、そして援軍、そしてババキンが出てきましたね。はい。あとの22秒は、あと大砲とか全てを破壊して 100% と。今回のこの人の編成は、ターホール10なんでしょうけども、ウィザードがレベル高いっていうのは置いといて、アチャクイとか、関係ないですね。ホグライダーのレベルが5。そして、ヒーラーということで、結構いい配置、いい組み合わせなのかなと思います。しかしながら、この編成を組むのであれば、他にゴワイプとか、ドラッシュはコストかかるんで、バルガゴとかの方がいい気がするんですけど、ロマンがある編成かなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。